も皆さんこんばんは、爆笑問題田中裕二です。小向井美奈子のですね、いいって友達のですね、お迎え来た子、いいですね、お迎え来た子ね、お迎え来た子ですけどね、またやっちゃいましたね。そうですね。何ですかあの人。いやいや、まあまあ、だからね、よく、やっぱこう。やめられない。やめられないみたいな。そうするとほら、まあ、全部やっぱおっぱいが吸っちゃうのかね。いや、そんなわけないだろうがよ。やめなさいよ、本当に。ね。はっはじゃなくて。おっぱいが。え？おっぱいが吸わねえよ。欲するのか。え？欲しないで、おっぱいがじゃないんでしょう。だから本当怖いですよ。あんだけね、なんか反省して、ね。もう二度とやるわけないでしょみたいな。またふてぶてしかったですね。あの人そういうところあるっていうか。あの人そういうところある、ね、どうだ私のどうだみたいな感じの時。いや、そこじゃないから。そうなんですよね。うん、ねえ。だから、まあ、本当にちゃんとね、やめないと。コムケンって言われてますけどね。ケンね、ケンのところはねえんだよ。いや、だから女版のコムケンみたいなことになっちゃうから。いや、本当にそうなんだよ。女版のコムケンってなる。いや、だからそういうことになっちゃうから、ね。まあ、師匠ほど行っちゃうと大変なことになるでしょ、うん、ね。ね。そうなんですよね。うん